俺がこの業界盛り上げます。嫌いなタイプは自己中っていう人、大体自分が自己中。はい、どうも翔吉です。どうも、サラです。え、そう思わんすろって。うん、思う。あのさ、自己中な人が嫌いっていう人って、うん、自分が自己中やけん、そう思うよ。なるほどね。うん、人の振り見て我が家直せるね。そう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 そもそもその、うん、自己中って、うん、人のことを思っとうこと自体が自己中だと思うよね、俺は。ああ、なるほど。うん、それってやっぱ自分の我も強いからそう感じるの。そう思いませんか、視聴者さん。はい、ってことでね、路線はまた外れてますけど、今日はね、以前からオスの掘り出し動画を見せてくれよみたいなあったよね。今回ちょ、数少ないですよね。なんで掘り出し動画撮ってないのかっていうと、ボトルを早く使いたいからいっぱいいるんで、羽化したら掘って容器を洗ってすぐ使うっていうサイクルなんで、あんまりその頭数がいないとダメなんじゃないのっていうのがあって、今まで撮ってなかったんですよ。まあそういうコメントもあったんで、今回2頭しかいないんですけど、掘り出し行こうと思います。はい、何ミリと何ミリかだね。ねえ、気になるね。一応ね、最終体重交換したのが 68g とこっちが 62g、はい、で交換した2頭かな、はい。一応完品確認できとうけん、ドサイズのみってことね。まあそうだね、はい、いい答え出たらいいけどね。じゃあ掘ってみようかね。ジャンプ。じゃあね、掘っていきます。お願いします。はい、ドキドキやね。そうやね、やっぱこの瞬間が一番やっぱドキドキするね。そうやね、やっぱこの瞬間っていうのはね、ドキドキすごいよね。一番ね、うん、実験の集大成やけど、そう、とても緊張するなんか。あ、でも実際そうやって見るの、生で見るの初めてかもしれない。うん、あれ、うん、よいしょ。おお、結構いっちゃう。おお、綺麗よね。悪くない。うん、ちょっとここにディンプルがある。気になるサイズやけど、はい、じゃあ、OK です。はい、さあ、そう、どんぐらいかな。105.3やね、うん、当たっとる。うん、ほら、ここ、あ、当たっとね。ピシッと引っかかってます。はい、105.3。おぉ、105.3、やばいね。はい、105.3です。はい、はい。まあこれあんま幅ないね。幅はない。36.6。36.6。今日幅が38.6。おぉ、まあまあありかな。うん、まあ種目には使えるレベルやね。あ、100ワットです。はーい、ありがとうございます。はい、はい、2本目です。はい、お願いします。はい、じゃんじゃんじゃん。はぁ、うん、用意したここに。どんくらいあるかな。おお、めっちゃ落ちる。うん、めっちゃ落ちる。おお、103と見た。ちょっと赤いな。赤い、赤い。おお、赤いね。あー、でも悪くない。あー、綺麗やね、さっき。うん、綺麗ね。104は絶対あるよ。あ、本当や、綺麗。104はある。おお、測ってみよう。はい、お願いします。ゼロね。はい、ゼロ、OK です。ちょっと赤いけん、ちょっと確定ステップじゃないっちけどね。あー、なるほど。あ、ちょっと、めっちゃ動く。本当や、バリバリ元気いいやん。しかもまだ赤いけん、あんまり強くは測れんっていうのがあるけん。あー、なるほどね。はい、当たってます。当たっとね。はい、105で、はい、間違いないです。おお、レンちゃん。やばっ。まあこれ赤いけどね、これ。あ、ほんとやね。まだこれ確定じゃない。うん、うん、予想 104.8 とかじゃない。ああ、分からん。でもその固まって伸びる答えもおるけん。あ、逆に。うん、まあでもかっこいい。うん、かっこいい。綺麗ね。綺麗よ。うん、さっきのとどっちがだいぶ、うん、こっちはね、こっちはここら辺が綺麗やろ、うん、なんか、あ、ディンプルないけん、うん、うん、うん、かっこいい。
そらくんがタイプらしいですダメ、そら吉に怒られるはい、それです。はい、ありがとうございます。はい、すいません、2頭しかいなくてまとまって掘り出したらもっと面白いっちゃうけどね。まああの、今回あの2頭掘り出せる個体がいたということで掘り出すことにしました。まさかの100カップが2頭すごいさっきの、うん、こっちは 104.8 とかか、このまま残るか、どっちかだと思います。こっちはもう105あるかなって感じで、固まっとるの感じ、うんうん、ちゃんと黒いし、あ、黒いね。さっきのディンプルがちょっと気になる。ここはなんでなるのこれ。これね、個体差っていうのもあるっちゃうね、実際このディンプル、ね、遺伝みたいな感じ。うん、遺伝というか、まあでもその環境のせいでディンプルなったり、うん、不全になったりっていう、うん、することもあるけ、うん、なんとも言えんけど、まあ顎にディンプルないし、これ綺麗、うん、で幅もそんなにいびつにでかくない、うん、全然俺はこれ種親に使おうかなと思うぐらいかな、うん、おぉかっこいいね。どうですか、小吉の今日の掘り出しの満足度は。満足度、うん、ゼロやね。ゼロ、え、ゼロ。満足度ゼロっていうか、その、なんていうかな、やっぱ目指しとサイズっていうのがもう全然上やけん。あ、その満足しとうかって言われると満足じゃない、全然。俺の中で104、105ぐらいからやっぱ壁が出てくるから、たまたまこの掘り出し動画で105、2発出たっていうのは、うん、満足か、うん、おー、なるほどね、もっと上を目指しとうけんってことですね。うん、まあそうやね、うん、確実に。じゃあまあ今回こうやってあの掘り出しさせてもらったんですけど、これからもね、あのちゃんとあのすぐ掘らないで貯めていこうか、それは。そうね、俺が掘り出しそうになったらそれは止めてくれないちょっと待ったー取らせろ言うてまとめていこうぜって言うて、うん、まとめてね、うん、もうね、しかもね、気になるよね、やっぱ。ああ、これ良さそうっていうのね、すぐ落ちちゃう。ああ、なるほど。で、意外になかったけど、ああ、掘り出すタイミングで大きさが変わってきてるのするんや、うん、もうちょっと触らなきゃよかったみたいな、そういうのはないと思う。そういうのは特に言わないと思う、うん、ないと思う。どうでした、皆さん、そらくんから見てどうやった。うん、よかった。マジで、うん、かっこよかった。もっとすげえの、うん、見せてよ。お願いします。本当にね、これあの106の H106 直視の H、 はい、 H とこれ F です。 H と F、 うん、 H と F で1頭目の丘なんですよね、これお互い、うん、だけどまあちょっと気になったけん、ちょうど掘ろうと思ったけん、あ、2頭でもいいかなと思って掘ることにしてました。はい、まあ、視聴者さんがね、満足してくれたんなら嬉しいです。まあでも本当に105とかそういうのは狙ってるサイズじゃないというか、本当に俺はまだまだ上の個体を目指してます。期待してるラインっていうのは今年末から年明け、これ来るだろうっていうやつらがまとまって浮かしてくるんで、期待しておいてください。あの、もっともっとすごい答え見せれると思いますので。でね、今回はこういう掘り出し動画ということで終わろうと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。